dedicated game channel by Kotaneta. みんな、お元気？さて、始まりの話題は、ギブアウェイ、ウィナーの発表から、今回の有効エントリーは38名、というか、お一人だけ、コメントのみいただいて、ID 不明って感じでした。次回はぜひ ID もお忘れなく。ってことで早速、ウィナーは今回こそ当たったさん、トンボさん、5日3時17分エントリーさん、以上の皆様となりました。おめでとうございます。納品については今週末から週明けあたりと思います。お楽しみに。それじゃあ次に、アルティメットオルカントグローリー装備のダメージ、そしてガストダゴンのダメージ、それぞれをまずはご確認ください。まあ確かに電気ビリビリ系の方が威力高いけど、5秒までなら大差ないのかなって感じでした。次はマーク1レベル8のガストダゴン。昔は一世風靡したんだよね。そんな記憶が蘇りてな感じで、レベル8ってこともあるけど、3秒までの勝負の装備ってことになるね。これは。それじゃこれ以降はアルティメットオルカンのシェンローとガストダゴンのバトルです。それでね、このオルカンの使い道っていうか、持ってるけど使えないって思ってる方々へ、威力についてはダメージテストの通りなので、ガチなバトルってことじゃなくて、このシェンローとの相性がまずいい感じってとこを一つご説明。オルカンって弾速が遅いよね。なので近接戦に持ち込めるおちょこちに合ってるとは思うけど、このシェンローだと一気に敵の背後に移動するから、弾速の低さを気にせず打ち込めるってとこが一番かな。そして近接戦ゆえに、その爆発エフェクトがとてつもなく爽快感につながります。これがまた最近では感じられない、敵を爆破しまくってるって感じで、なかなかのものなんです。瞬間的なダメージはグローリーで稼ぎ出し、かなりの継続性あるオルカンで粘りのダメージを与える、そんな攻撃になるよね。ウィークポイントはもちろんリロードタイムへ突入した時のダメージ息切れだよね。だけどシェンローなら次のターゲットへ移動することで反撃をまともに受けること少ないから、多少なりともリロードタイムが稼げます。これでカバーできるってことになるよね。射程も 350m となるので、電気ビリビリ系にあるあるの、 100m 以上で電気が届かないって、そんなこともなくなるしね。そんなわけでアルティメットオルカンの生かし方ってことと、シェンローならではのオルカン2スロットの爆破感、これを得られることになります。そんなご紹介でした。それじゃ次のガストダゴンでナレーション再開です。
それじゃ最後のバトルで、ほんとこれは真面目にマーク2レベル12まで時間をかけてもアップグレードしようかと思ってて、確かに3秒勝負ってとこがかなり問題だけど、楽しめるってとこじゃ最高かもしれない。まず今時ガストなんてティア2ってこともあってほぼ見かけないでしょう。それで瞬間的に耐久値の半分くらい削られるってねえ、コテネタにはそのピーキー具合にロマン感じました。そこで今回のメインテーマ、推しのダゴンの理由なんだけど、これから先ダゴンの弱体化ってこともあるとは思うけど、ダゴンってパイロットスキルが前提じゃあるけど、イージスシールドはかなり有効なレベルだし、スピードも十分、そして移動展開のラグってとこも少ないでしょ。なのでかなり使いやすいロボットじゃないかと思います。まあ弱体化となるとシールドやスピードが削られるってことになるだろうけど、少なくとも皆さん、今回のダゴン弱体化はこれまでの6スロットを5スロットとしまして、スロットを1つ削っちゃいますガハハってことはないよね。そうなると近接戦は無理ゲーとなるだろうけど、500m 以上の装備武器であれば軽武器ながら6スロットの威力は弱体化を受けないでしょ。さらに今後の新武器に相性いいやつが登場すればコストはかかるけど、使えるロボットで生き残れると思う。何よりこんなガストでも楽しくバトルできるってとこが最高じゃない？そんな理由です。いかがですか？ご視聴いただきありがとうございました。